この真ん中の部分にね、こうスパンとね、一本の縦線が入ってると思うんですが、これがね、合わせ目なんですよね。この部分が、表に出てきてしまってます。ジーダンです。マスターグレードシナンジュスタイナラティブバージョンの制作、前回からね仮組の方に入っていまして、胴体の部分を組み立てましたけれども、今回はね、その続きで、頭の部分を組んでいこうと思います。それでこちらにね、今頭のパーツをね切り出してるんですけれども、今回はね頭の部分のパーツということで、そんなにねパーツの数自体は多くはないですね。なので組み立て自体はね、まあ、サクッと済んでくれると思うんですけれども、今回塗装して作りますので、引っかかってくるのは、合わせ目消しなんですが、まあ、そのあたりはね、組んだ後にねいろいろと、考えてというか、今やろうとしていることがありますので、そのご説明をね、やっていこうと思います。それでは、まずこの3つのパーツからね、組んでいくんですけれども、このね真ん中のね、目のパーツですね、これはね、シールを貼りました。やっぱり目がないとねちょっと寂しいので、まあ後々ね塗装するときに剥がすんですけれども、まあ一旦仮組みのときはね、このホイールシールを貼っておこうと思います。で最初こちら、マスクの部分とこの目のパーツをね、組み立てて、これをフレームのパーツに差し込みます。グッと差し込んで、これで OK ですね。そしてこちらね、すごくちっちゃいんですけれども、このバルカンのパーツですね、これをねここに差し込みます。で反対側もね同じように、差し込んでいきますけれども、今回このバルカンのパーツが多分一番ちっちゃなパーツになるんじゃないですかね。組み立ててこういう状態になりました。で作業の方はね、どんどん進めていきます。で外装をね左右から挟み込みます。そしてこちらはね首の部分のパーツ、上から差し込んで固定して、そしてこれを下からね、差し込みます。よいしょ、ぐっと奥まで差し込んで、こういう状態になりました。で最後頭の上の部分の外装ですね、でこれは上からかぶせるように差し込んで、最後正面ね、額の部分のパーツをぐっと組み立てると、これで頭の部分の組み立て完了です。それでこの頭の部分のパーツ、実はね合わせ目が表面にね出てきてしまってまして、どこに出てきてるかというと、たった一箇所なんですけれども、この後ろ側の後頭部の部分ですね。この真ん中の部分にねこうスパンとね、一本の縦線が入ってると思うんですが、これがね合わせ目なんですよね。この部分が、表に出てきてしまってます。で正面はというと、正面はねこの最後に差し込んだパーツで隠れていまして、こう下から見るとここの部分ね、まあ、ちょっと見えてるかなというところなんですが、まあ、そこまで気になるね、ところではありません。それで、このね後頭部の部分、まあ、どうやって合わせ目消しをやるかというと、まあ、一般的なねやり方でいくと、先にね、外装のこのね、合わせ目を消しておいて、後からね、この下からね、こう顔の中身の部分をグッとね、こう差し込むという、まあ、後はめ加工をね、やるのが無難かなと思うんですが、まあ、その後はめ加工をね、やるためには、まあ、内部をね、少し削ったりとか、あと、このバルカンの部分とかをね、まあ、最初にこう外した状態で、差し込んで、後からね、まあ、外装の合わせ目化粧をやって、中のね、顔とかね、フレームをグッと差し込んで、最後にこのバルカンのパーツですね、このちっちゃなパーツをね、まあ、両側差し込むことに、なります。で、その作業をね、僕も最初やろうかなと思ってたんですけれども、このバルカンのパーツね、ちょっとね、まあ、全部組んだ後から、最後にね、差し込むという風になると、多分僕の場合ね、このバルカンのちっちゃなパーツの、まあ、ここも塗装しますので、この塗装したパーツのね、塗装をね、まあ、剥がしてしまうと。結構 100% に近い確率で僕はね、組み立て途中に、まあ、このバルカンのね、このちっちゃなパーツだったりとか、その、ちょっと周りの部分のね、外装の塗装をね、まあ、ガチャガチャやってるうちに、
まあおそらく剥がすだろうということがね予想されます。だってこの部分ねかなりね隙間がシビアな感じで、これをね差し込んでたら、まあ十中八九ね僕の場合はやっちゃうんですよね。やっちゃえバーガーが。なので、今回はね僕後はめ加工はね、諦めようというふうに思いました。でどうやってね合わせ目消しやるかっていうと、もうこの状態ですね、普通に、塗装して普通に組みます。で組んだ後で、ここの部分合わせ目消しやって、ヤスリがけね、やって、さらに手直しの塗装、まあ、リタッチみたいな感じで、手直しでね、塗装をやって、まあ、塗装をね、二重にやる感じですね。まあ、この辺の周りはね、塗装完了している状態で、合わせ目の部分だけをね、まあ、塗装するっていうね、ことになりますので、若干色味がね、変わったりすることもあるかもしれませんが、まあまあ、それでもね、後頭部なので、正面のね、バルカンの部分のね塗装が剥げちゃうよりも、そっちの方がね、無難かなというふうに思いました。それでもう一度、このね、後頭部の合わせ目の部分を確認してみますと、こう合わせ目が出てきてるのはこのまっすぐの部分だけなんですよね。でこれ上の部分の外装をね外してみるとこういう状態になるんですよね。で、合わせ目のねこのキワキワの部分ですね、このフレームに近いねこのキワキワの部分は、頭の上からかぶせる外装で隠れてしまいますので、実質ねヤスリがけするのはこのねこの部分だけなんですよね。この部分だけなので、まあキワキワをねこう塗装のね境目のキワキワをヤスリがけすることもないですし、まあ大丈夫かなとは思うんですよね。なので、まあ、この状態で合わせ目消しをやって、でこのフレームの部分にマスキングをやって、フレーム部分はね別の色で塗装してますので、こうマスキングをきれいにやって、でもう一回このねヤスリがけしたこの線の部分ですね、ここだけを、まあ、塗装してという手順でやっていこうと思います。で実際に作業をやるときはもうこの部分ですね、この全体的な部分は再塗装するということで、塗装はしないというか下地塗装だけやってる状態ですね。で下地の塗装をもう一回再度この広範囲のこの部分をもう一回下地の塗装をやって、そして、再度ねこの表面のねグレーの塗装をもう一回やってという手順になると思うので、そんなにね色の境目とかがはっきり出るようなこともないと思いますから、綺麗にできるかどうかはねやってみないとわからないというところもありますので、まあ、シナンジュスタイルね、このマスターグレードのシナンジュスタイルの、制作の作業としては多分最後の最後の、工程に、ね、なると思いますが、まあ、最後の方でねちょっとそういうねいつもと違うやり方で、完成という形になると思います。で今回ね合わせ目消しちょっと迷ったんですよね。本当はね後はめでねやってしまおうかなと思ってたんですが、やっぱりこのバルカンのパーツがね分かれてるっていうところが後はめをね、まあ、やらないようにしようと思った、決心したね原因でもあって、これ実際ねやってみたというか、組んだ状態でこのバルカンを、最後にねはめ込もうとしたんですけれども、ここがねこの隙間に、ね、入らなかったんですよね。でガリガリやって入れないといけないなというふうに思ったので、それはねなんかバルカンをね塗装した後のこのちっちゃなバルカンをピンセットですね、こういったピンセットで挟んでグッて入れてたら、僕の場合はね絶対塗装をね剥いでしまうんですよね。多分ねこの辺のね横の部分とかのね塗装をねちょっと剥がしてしまうだろうなと思いましたし、それを回避するためにこのバルカンをねバルカンの周りを削ってちょっとねちっちゃくするっていう手もあるんですけれども、そうするとこの隙間なくねビタッと決まったねこのシルエットというかこの雰囲気このデザインを壊してしまうので、まあそこはね壊したくないなというふうに思いまして、まあバルカン優先というかこの正面からね見た感じを優先して、まあ塗装した後に合わせ目消しをねやって再塗装という手順でやっていこうと思いました。なので、この後ろ側ですね、塗装、再塗装したところがちょっとね、変になったとしても、まあ、ぶっちゃけね、ほとんどね、見えないというか、主に見るのは正面なんで、まあ、いいかなというところがね、まあ、最終的な着地点だったりします。